皆さんこんにちは、スタジオ内さんの木村です。今回はですね、リタッチフォーミーという AI のディープラーニング技術を用いたフォトビデオレタッチプラグインリタッチフォーミーというものを紹介します。こちらの画面の方にですね、ホームページが表示されてるんですけども、商品としてはもういっぱい、スキンレタッチ、それからカラーマッチングというですね、ルックを作れる、ものもちょっとあったりするんですけども、基本的にはですね、こういった感じの写真向けのレタッチのツール、それからですね、まあフォトショップの中で使える、こういうパネルですね、まあ複数の、機能がエフェクト機能がついているプラグイン、それからですね、まあ、Arms という、これはアプリですね、まあ、写真をこういうライトルームみたいに選んで、まあ、レタッチできる。それからですね、ここが僕が一番めっちゃいいなっていう思った動画の方の、レタッチツールでございます。まあこういったものがですね、こういうスキンのところをどうやって綺麗に撮るかみたいなところは、もう色もそうですけども、こういう修正の部分もですね、結構かなり、まあほとんど映像でね、一番主役主題ってなるのは基本的には人物なんで、それをこう綺麗にできるツールっていうのはもう絶対使うなっていうふうに思うんですけども、まあ今までね、僕はそのダヴィンチの方でクオリファイアでスキントーンだけ選択してミッドディテールを下げるなりして、まあそういう工夫はしてたんですけども、まあまさにこれだとオートマチックで一発でいけちゃうっていうプラグインになります。でヒール OFX っていうのとドッチ版 OFX っていうのがあるんですけども、ヒールっていうのがまあニキビとか除去ですね。でそれもあの動画の中でも自然な感じでできるっていう。でドッチ&バーンっていうのが目の下のクマみたいな、あの影が出ちゃったりして、あの綺麗に見えないっていうのを変更するツールなんですけども、まあ、この2つを主にこの動画では紹介しようと思うんですけども、まあ、このアングルでですね、この2つ、ヒールとドッチ&バーンっていうのを適用するとこんな感じになります。はい、これがですね、ヒールとドッチ&バーンっていうのをどっちもいう感じです。まあやっぱりインタビューとか、まあドラマとか、それ以外でも人物やっぱりね、特に女性なんかだと、まあ男性も結構年配の方とか出たりするときに、まあもちろんシワがあるのもかっこいいんだけど、ちょっと綺麗になるとやっぱ全然見え方が違うと思うんですよね。僕も今回初めてこのレタッチツールが搭載されたことで、 YouTube をこう正面からね、いつもよりアップ目のアングルにしてますけども、やっぱりこうそんなに僕も遠慮じゃないし、そんなにこう綺麗な感じでもないので、どっちかっていうと卑怯にしちゃいがちなんですけどね。そういうのをですね、レタッチフォーミーのプラグインを使うとですね、非常に綺麗にできるなっていう風に思います。でまあ一部カラーマッチっていうプラグインもあってですね、これがまあリファレンスのイメージをまあ読み込んでそれに近づけるみたいな、であとはそのラットをマネジメントするようなプラグインっていうんですかね、っていうのがあります。フリーで使い始め、まずはお試しっていうのはできるんですけど、この下の概要欄から見ていただくと、スタジオ73経由でのリンク経由でいくと、30% オフで、なんと割引していただいてるんで、ぜひ概要欄のリンクからですね、使ってみて、これがあるとですね、もう全然出来上がりがですね、違うと思うんで、めっちゃおすすめだなっていうふうに思います。で、まあ、写真の方はこんな感じで、サブスクもあります。500レタッチっていうところで、35ドルなんで、まあ、サブスクだと結構始めやすい。使う月だけ、使えるみたいな、ところがあります。で、そうじゃない場合は、買い切りで、まあ、1万円とか 2万円とかの金額で、一つ一つのね、プラグインを買うことができます。まあ、歯を白くするだとか、目も白くするとか。まあ、ビデオの方も、まあ、ファイナルカットのプラグイン、それからプレミアプロで使えるプラグイン、また OFX、これがダヴィンチで使えるものなんで、僕はこれを、入手したんですけども、OFX プラグインっていう感じでたくさん並んでます。まあ、全部、まあ、1万5000円とか2万円ぐらいの金額で買えるかなっていうふうに思います。で、その僕が、今回紹介するのはレタッチフォーミー、ドッチ&バーンっていうのと、ヒール OFX ってやつですね、をゲッチュしましたので、まあ、これを適用すると、まあ、どんな感じになるかっていう、まあ、今もこれ完全に適用状態なんですけど、一回そのもうちょいアップのアングルで作ってみましたので、それをちょっとご覧いただきましょう。どうぞ。
はい、っていう感じですね。まあ先ほどお見せした、タイムラインがですねこちらの方に、並んでおります。多少こう被っちゃってもそんなに違和感がない感じでレタッチしてくれるんで、やっぱり AI ってすごいんだなみたいなのと、そんな風に思います。で、インストールしたら、パッケージデータですね、パッケージデータを、こんな感じでインストールしますと。で、まあ、ダヴィンチを再起動しますと。で、そしたら、ライブラリーのところにですね、こんな感じで、レタッチフォーミーっていうのが、そのカラーページのライブラリーに出てきますので、そのままこれを適用すれば、使用可能になります。で、適用するとですね、ここにレジスターっていうのが出てきます。で、そこで、まあ、購入した、アクティベーションキーでもいいですし、メアドでもいいんですけど、レタッチフォーミーのアカウントを事前に作っておいたアカウントの方で、ログインすることでアクティベートができます。1回買うと3台までは、買い切りの場合は3台まで、違うパソコンで使える感じになってるっぽいですね。はい、でですね、まあ、こちらが、まあ、元々の素材に、これはニコン Z6III の、素材なんですけども、まあ、こちらでカラースペーストランスフォームでログからレク709に戻しております。そしてですね、まあ、多少ですね明るさ色合い整えてですね、こちらでですねレタッチフォーミーをオンにしますと。そうするとオンオフを見ていただくと、まあ、鼻のこの辺にですね跡があったような感じ、そういうのがオンにすることでちょっとこう取れるという感じですね。これがリタッチフォーミーヒール OFX で、このセンシティビティを選ぶと、まあ、若干の調整ができます。で、センシティビティが少ない状態にすると、ここのシミがまだ検出はしてないんで、このショットの場合はマックスで、いっちゃっても大丈夫でしたね。で、ここで面白いのが、まあ、このカラースペーストランスフォームで戻してるんですけど、もともとはログなわけなんですよね。で、そのログの時に入れるか、それともレック709で入れるかっていうことができて、まあ、今回は、ログを選んで、カラースペーストランスフォームノードの前に、ノーマライズする前のログの段階で適用してるんですけど、これはすごい使いやすいなって思うのが、要するにグレーディングする前の素材、このままログとして出すっていう時も、ログの状態でそのクローズアップのショットだけ、シミだけ除去して、ログで出してカラーリストに渡したりするっていうことができるっていうのが結構いいところなんじゃないかなっていうふうに思ったりします。で、注意点としてはやっぱりこう、まあ、僕の Mac の M1 なんですよね、まだね、M1 Pro のメモリもね少ないんですよね。16ギガとかしかないやつで、だからもうそろそろ M4 の MacBook Pro が出たんで、もう早く買い替えたいなっていうふうに思うんで、最近の Mac を使ってる、または Windows のもうちょっとハイスペックのグラボとか積んでる PC を使ってる方はもうちょっとサクサクなんですけど、僕の場合はリアルタイムのプレイバックがかなり、遅い感じになってしまいますという感じですね。ダヴィンチのノイズリダクションの強いやつをつけたみたいな感じになります。なので、そういう時はノードキャッシュをオンにしてですね、こちらの方でレンダーキャッシュを作るようにすると、こちらでキャッシュを作り始めてくれますので、プレイバックが容易にできるかとは思うんですけども、いかんせん僕の方、メモリも16ギガなんで、キャッシュを貯めておけないというところで、ノードキャッシュの感じは、ちょっとプレイバックしながらお見せすることはちょっとできないんですけども。もともとの素材が12ビットローで 6K の素材なんで、しかも圧縮とかしないでそのまま使ってるんで、それのせいもちょっともしかしたらあるかもしれないですけど、ね、フル HD とかでやる分にはもしかしたらもうちょいサクサク、適用できるかもしれないんですけど。今度はですね、ドッチ&バーンのプラグインについて解説します。これが今適用した状態なんですけど、ないとするとこういう感じなんですよね。まあ、やっぱり目の下にもうクマがある人間というか、それがこういうふうに適応することですね、自動的に検出されて、まあ、だいぶ10歳ぐらいの年齢はサバ読んでもいいんじゃないかと、20歳ぐらいの人物として、動画の中ではね存在することができるなっていうふうに、思います。で、肌の方のそういうクマとか除去、してくれるのはいいんですけど、まあ、こっちのヒールの方の話にもなるんですけど、ヒゲとかは全然そのままなんですよ。まあ鼻毛もまあ治らない。ヒゲは剃らないといけないし、肌荒れも、まあ治らないんで、AI の方でですね、抽出してくれるのは、シミとかニキビとかクマみたいな変なシワをかなり精度高く抽出してくれてるっていう感じでございます。で、こっちもですね、
エフェクトのかかり具合ですね、強度は、選ぶことができます。最大でかけた方がトゥルッとしますけども、ちょっとやりすぎかなっていう時は、まあ、ちょっと抑えめでね、使うっていうことも、いいんじゃないかというふうに思います。まあ、多少クマがね残ってた方が、いい感じの時もきっとあるんじゃないかなという、ところでございます。まあ、これも基本的にはですねデフォルトで、僕は使っちゃえばいいかなっていうふうに思ってます。最後にそのレタッチフォーミーカラーマッチっていうものもあってですね、これもまあ面白いなと思うのでちょこっと紹介しますけども、まあ、こんな感じでリファレンスイメージを選択してそれに合わせる方法になります。で今回僕はですね、テネットのこのイメージをですね、リファレンスにしてみようかなというふうに思うんですけども、そうするとまあこんな風になるわけで、まあ、どぎつい感じで合ってるのか合ってないのか分かんないんですけども、まあ、ブレンドモードを調整しつつ調整をかけていくことでですね、まあ、系統としては似通ったものに、合わせていくことができると思います。まあ、ライティングの環境とかそもそものスキンの肌の色とか着てる服とか全然違いますので合わないんですけど、いい雰囲気はね、寄せていくことができるなっていう。で面白いのがここについているラットマネージャーっていうものなんですけども、まあ、これもこんな感じでプレイバックラットのリストのウィンドウがこういうサムネイル表示されてかなりこれもでかいんでイメージがだいぶ見やすいんじゃないかなっていうふうに思ったりなんかします。まあ、ラットとねそのリファレンスイメージのカラーマッチと組み合わせて、こんな感じでブレンドしていきながらですね使ってみると、結構そのイメージをね新しく、作り出したり、できるなっていうふうに思います。でまたこれ違ったらちょっとまたラットマネージャーでこうウィンドウを出しましてちょっと違うのをですね選択してみたりしてですねこれを 62% でこう入れるみたいな。でやっぱり前の方が良かったよねってなるとこのプレビアスネクストボタンでこう一瞬でね行ったり来たりできるんで、こうちなみにこのプレビアスネクストボタンっていうのはそのリストの中にある次のラットって感じでこうチャンネル変えるみたいにこう移動させていく方法なんですけども、これもなんかこうちょっと検討したいなとかなんか探してるなみたいな、何がいいんだか分かんないけどちょっとこういろいろちょっといじくって検討したいなみたいな時にすごくいい機能なんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにこのラットに関してはまあたくさんねラットもねいっぱい使えるんですよね。でサードパーティーのラットも あったりですとか、まあ、こんな感じでホームページに飛んでそこから購入することもまあできますという感じです。はい、っていうのがですねレタッチフォーミーの紹介でした。まあ、もちろん写真をやっている方の、写真の方のレタッチとしても、非常にたくさんの機能があってフォトショップにも使えるし、独立したアップとしてもあるっていう感じなんですけども、ビデオの方のねまあ、AI でのレタッチツールってそこまで、今ない、まあ、特にクマとか変なのを撮ってくれる機能とシミを撮ってくれる機能、これはどっちもすごく、いい機能なんじゃないかなっていうふうに思います。まああったら 100% 使うプラグインだなっていうふうに思いましたのでこちら、紹介した次第でございます。こちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマで動画をお送りしております。グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。ちなみにですね本日の、撮影カメラを、言いますとまあ、ちょっとこう正面からのアングルを今回はいけるかなっていうふうに思ったのでレタッチできるのでこんな感じですね、卓上の一般的な YouTube のアングルで作ってみました。まあ、あとこの Mac を使ってる感じが出したかったのでこんな感じでアングルにしてみました。あと iPhone 買いました。やっと買い替えました。ボタンが2個ぐらい増えたと思います。アクションボタンっていうのと写真の時の操作ボタンっていうのが増えたと思うんですけど、まだ使い方が全然分かんなくてこれはチュートリアル必要なんじゃないかと思いますので、そっちの紹介みたいなのもできたらいいかなと思ったりします。それで概要欄のリンクを踏んでいただくと本当に割引になるやつを発行してもらえたんで、ぜひ買う時はぜひそっち踏んで買ってください。めっちゃ使うと思うんで絶対これあると絶対いいと思うんでぜひご検討くださいっていう感じです。はい、それではまた。